はい、皆さん、こんにちは。カメラ小僧のミスターミラレスです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日はですね、こちら、OM1 換算80、300mm、F2.8。これ換算ですね。ゆりかもめ写真。今回は、これが限界でした。まあ、これ、まあ、換算80、300mm だから、まあ、いつもね、いつも私の持ってる、M 随行 ED40-150F2.8Pro です。でね、まあこれが限界でしたということでね、いろいろ YouTube を見とったらね、M 随行 ED40-150F2.8Pro でね、いろいろ撮影をね、実験されてる方がいると思うんですけども、まあそちらの方もね、いろいろ参考にしちゃったらいいと思うんですけど、私はね、一応、まあ、この分でね、プロレンズじゃないのとよく比較されてるのを見るんですけども、このプロレンズとあとこの分のまあ同じぐらいの焦点距離でね、まあ、ちょっと前後するか同じぐらいでプロレンズじゃないのと比較されてるのをよく見るんですけども、でまあ多分ね、その動画を見とったら、まあ要は二通りですよね。すごい差があると、まあ、もしくはあまり差がないじゃないかと、値段だけ違ってみたいな感じでね。だからどっちがもうね、本当でどっちが嘘かもう、まあ嘘だったらおかしいな、どっちがどういうのはね、結局ね、わからんです。撮る人にもよるし、その撮る人の設定にもよるだろうし、その時の天候にもよるしね、明るさ、天候、場所、もしくは撮る分が止まっとる動き物じゃないものを撮る、もしくは高速スピードで飛行しとる動き物とかね、例えば動き物でも低速で動いとる動き物と、まあいろいろあると思うんですよ。だからどっちがいい、だからプロレンズのね、この 40-150F2.8Pro がいい、もしくはプロレンズじゃないこのサイズのね、レンズがいいとか悪いとか大して差がないとかいうのはね、まあ私はあんまり当てにならんのじゃないかなと思うんですよね。それも例えば数回ね、練習、数回動画よりか数回ね、テストしただけだったら、やっぱり、どういうのかな、使い込んで、自分の、どういうんかね、使い込んでいろいろ何べんも撮って、いろんなパターンを、さっきも言うように曇りの日もあればね、晴れの日もある。だから、まあ雨の日もある。まあ、もしくは体育館とかね、そういう室内。ほんとね、野外でもね、曇りと晴れで全然違いますからね。鳥を撮っとったら。もしくは逆光とかね、順光とかサイド光とかね、それで全く変わってくるんですよ。だからまあ一概にね、その結論付けは多分できないと思うんですよね。でね、要するにそういうことでね、私もね、私の動画を見とったら、また M 随行 ED40-150F2.8Pro の YouTube 動画かと、そうは思わんとってほしいんですよ。だから、その都度その都度ね、やっぱ違うんでね、違うのは内容的には同じかもしれんけども、天候とかね、そういう撮影条件がちょっとしたやっぱ違いがあるんでね。夏に撮るんと冬に撮るんでもやっぱり、夏だったらまあちょっとこう、炎天下でね、こう、まあ、蜃気楼じゃないけども、ちょっと距離が離れとったら、まあそういうのが、蜃気楼が湯気いうかね、まあそうな感じでね、アスファルトの方から、こう、湯気が立つというかね、で、まあ例えば雨が降った、例えばちょっとだけ雨が降った、で、その後に天候が夏なんかでね、暑かったらまあこう湯気じゃないけど立つじゃないですか。まあそうなんとか、あと冬はそうでもないとかね、まあだから、そういう冬はね、あまり湯気みたいなのも立たんしね。湯気いたらちょっ
表現おかしいんだけど、まあ湯気かね、蜃気楼というか。だからまあそうなことでね、もうね、一概に結論付けるのはやっぱりできんような気がするんです。で、うわぁ、ミスターミラレス、いつも言うことと違うじゃないかと。前はああ、酔った、こう酔ったじゃないかと言われるかもしれんのんじゃけど、まあ確かにそれはあるかもしれんです。でね、とにかく最新、今酔うことが、もう、今私が感じ取ることで、その都度その都度ね、思うことがね、変わってくるんでね。だから、過去のことはもう無視してください。まあ無視かね、参考にも していいんじゃけど、参考にもしていいんじゃけど、もし同じようなことでダブって意見が違うとった場合、内容が違うとった場合は最新のが、まあ、最新データだと、最新の内容だと、思っていただければね、いいと思うんですけどね。でね、この40-150でね、実はちょっと目白をね、また取り行ったんです。取り行ったらね、行った時にね、ちょっと雨が降り出してね、で、曇ってから、で、最初は晴れとったんです。朝8時、9時ぐらいまで晴れとったんです。10時ぐらいまで晴れとって、じゃあ、出動しようかと、出動して、11時頃現場に着いたら、曇ってね、ちょっと小雨が降り出したんですね。でね、目白がね、ほとんど出てこんかってね。で、ちょっと鳥の名前よくわからんなんですけども、まあ、ちょっと出てきたのがおったんだけど、木のね、枝の後ろ側ばっかり行ってね、ちょっとね、私の技術やったら、難しかったね。ツイッターなんか見とったら上手い人がいますけどね、ああいう人、でしたらね、多分取れとるのかもしれんけど、私の技術やったらちょっと、暗くてね、動きも早い鳥でね、ちょっと、ダメでしたんでね、それはもう諦めて、今回、ユリカモメをね、取り行ったんですけども、でね、それはまあ日付をまた改めてね、行ったんですけど、でまあ、晴れの日だからね、まあ、取りやすかったのは取りやすかったんです。でね、近々ね、ちょっと話しとれますけど、バレーボールのね、撮影に行きますんでね、やっぱりこの40-150のレンズにはちょっと慣れとかんといけないんでね。で、まあ、ちょっと練習がてらにね、まあ、スポーツ選手の体育館とね、今回晴れの日のゆりかもめを撮るのは全く意味が違うんだけど、ただこの40-150のレンズで、ある程度の望遠の距離で、まあ、ちょっとこう慣れんといけんもんってね、ちょっといろいろ使い方を、また。いや、慣れてはおるんですよ。慣れてはおるんだけど、当分使わんかったらやっぱり忘れるじゃないですか、いろいろ。だから慣れのためにね、ちょっと行ってきました。でね、ちょっと話長くなったんですけども、今回このね、ゆりかもめ撮っとってね、一つ二つちょっと気づいたことがあったんで、まあ、感じたことでね、だからそれちょっと今から写真出しますんで、ちょっとそこで説明しますんで、まあ、ちょっと見てみてください。じゃあ、スタート。はい、それでですね、今日はですね、こちらです。まあ、実際いっぱいたくさん撮ってるんですけども、たくさん写真撮ってるんですけども、ちょっと現像しよったらね、ちょっとね、あまりに時間かかるんで、ちょっともう数枚になりますけどね。これです。これ40-150の F2.8 で撮ったんですけどね、この、まあ、要するに換算80から300の F2.8 のレンズでね、そのまあ全部そのレンズで撮りました。で、だいたいね、何歩じゃろう、10メーター前後から15メーター以内か、まあ、そんなに離れてないと思うんですよね。で、まあ、100% がこれです。100% がこれで、100% ね。で、まあ次はこれ。コムに行ってますけどね。これ 100% がこれ。で、
これ。これも多分10メーター前後か15メーター以内、10メーター前後か、ちょっとはっきり測ってないからわからんですけども。で、これが 100% がこれ。100% がこれですね。これに被写界深度が合ってるんで、こっちは多分手前じゃなくて奥に、数メーター奥に、後ろにいたと思うんですね。後ろボケ言うかね。で、まあ、ボケてますよね。だから、ちょっと、こっちはちゃんとボケとる。マイクロフォーサーズでもね、望遠になってくるとね、こうやってボケますんでね。だから、こっちにピントがあって、合わして、こっちはボケとると。いうことです。あと、次はこれ。だから、これも、うん、これも10メーター前後なんかな。ちょっと、はっきり測ってないんでわからんのですけどね。マイクロフォーサーズじゃ言うても、この海とかはボケとるでしょ。だから、ここにピントが合えば、海はボケとると。これなんかいいよね。これちょっと、かっこいいなぁ思うんですけどね、私。これ、もう10メーター前後ぐらいだと思うんですけども、これ 100% にしたらこれ。これ 100%。100% でこれなんで、これね、出るのね、このテレビかディスプレイがね、出るの28インチか27インチか28インチか、まあ 4K のね、これだけ映れんじゃないですかね、マイクロフォーサーズで。100%、これ。まあ私 100% でまあ見れりゃいいかなと思ってね。それ200とかね、例えば、これが 200%、214%、これ 214%、これ194。ここまで行くとね、ちょっとノイズがね。だけどこの 100% がこれ、これ 100% なんでね。100% はこれだけ映れへんじゃないですか。で、このゆりかもめに、多分ゆりかもめだと思うんですけども、そう思い込んどるんですけど、私は。このゆりかもめらしき、やつがね、ピントがあって、海の方がボケとるんでね。いいんじゃないですか、それは、それで。まあ、それ絞れば別ですよ。今これ F2.8 で撮ってますんでね。F2.8 で撮ってますんで、ゆりかもめにピントを追って海はボケとると。これ結構高速で飛んでますからね。これも。これ 100%。100% で今表示したんですけどね。出る27インチか28インチか。結構高速で飛んでます。結構早く飛んでます。50% で、これが 100% ね。これだけ映りゃいいんじゃないですかね、マイクロフォーサーズで。まあ、フルサイズだったらもっといいんかもしれんけどね。ただフルサイズになると同じ F2.8 で撮ったんですけども、同じ明るさ F2.8 で撮ろうとなると被写界深度が浅くなるんで、ボケる可能性出てきますよね、この。手ぶれ開くかもしれないね。手ぶれか、被写体ぶれ。どっちか、ちょっと、一概に言えんけども。結構手ぶれ、これ手持ち撮影なんで全部。多分手ぶれ、F2.8 フルサイズやったら、被写界深度浅いですからね。マイクロフォーサーズで深いですからね、同じ明るさでも。だから、まあそういう面じゃどっちが有利、不利がありますんでね。メリット、デメリットが。一概に言えんですけども。これでね、私よく思うんじゃけど、次こっち行きましょうか。これ。100% これ。よく思うんですけどね、高画素、フルサイズの高画素はいいと思うんですよ。私も欲しい、正直言うたら欲しいし、いいとは思うんだけど、これ、マイクロフォーサーズで、今 100% で表示してますけども、この、出るのね。27インチか28インチかちょっとはっきり今忘れたんだけど。これもしフルサイズだったら、同じ F2.8 の明るさでやろう思ったら、多分、被写界深度がもっと浅くなって、
ピントがものすごいシビアになりますんでね。例えば花を撮影するとか、止まっとる人物撮影するんならまだともかく、これ動いてますからね。これ高速で飛んでますからね。被写界深度がね、やっぱフルサイズの場合浅いじゃないですか。となると、まあ、たまたまね、連写でうまくピントが合えばね、フルサイズの方がいいかもしれないね、それは。だけど、被写界深度が浅いんで、ちょっとそこどうなんかなと私はまあ思うんですよね。同じ明るさで撮ろうと思った時。で、その時に、高画素。高画素が、やたら皆さん高画素を、画素数が2000万画素はね、ちょっと、もう今古いと。3000万画素とか、まあ4000万画素、5000万、6000万画素とか言われとるけども、そこの画素数になると多分手ブレとかフレをものすごい拾ってくるんじゃないかなと。ちょっとブレ取ったらもう、いや分からんですよ、どうか。私は勝手な想像なんですけども、どうかなというのはあるんですけどね。まあただ前回のね動画でも説明しましたけども、木村拓磨先生ですかね、 OM の分のちょっとこの間やってましたけど、普通の2000万画素、ハイレゾじゃなくて2000万画素でも、B0 の印刷、B0 って言ったら A0、まあ、例えば A3 とかね、A4 とか、B4 とかね、まあいろいろあると思うんですけども、B5 とかね。B0 って言ったら、一番でかいサイズだと思うんですけども、B0 でも2000万画素で問題ないって言われてましたんでね。まあ、先生が言うんじゃけんね。まあ、そうなんじゃろうと。で、実際、あそこで印刷されてもいましたけどね。まあ、あれ、ハイレゾが多かったのかもしれんけども。まあ、ハイレゾじゃなくてもいいって言われてたんでね。B0 がね。まあ、ちょっと安心はしとるんですけどね。これ、100% がね、これ。これだけ映りゃいいんじゃない、マイクロフォーサーズで。まあ、これ以上求めるんだったらまた話は別ですけどね。これね、今度。これはちょっと近かった思うよね。10メーター以内だと思うんですけども。これだけ映りゃいいんじゃない ?100% これじゃ。100% はこれ。100% これでね。これ 50%。これだけ映ればいいんじゃないですか、これ。89。110%。これだけ映れるじゃないですか。まあ、これ以上求めますか、やっぱり皆さん。でね、今のはね、私がね、やっぱり今回気づいたのは、今、例えばこういうのね、これまあこれ。これにしても、これバックがね、海でしょ。バックが海。これね。バックが海ね。これもいいんじゃけど、バックが海ね。私からカモメまでの距離はね、やっぱり離れるとダメだね。ある程度10メーター、15メーター以内。遠くても30メーター以内。なんかそういう気がしてきた。まあ、できれば10メーター前後がいいような気もするんですけどね。でね、これバックが海だったでしょ。で、今度はこっち、バックが空。これバック空ね。はい、100% これ。100% これね、こうやって映りゃいいんじゃないですか。バックが空。このね、バックが海とかバックが空とかね、まあ、ですけども、私はね、トリオで気づいたんだけど、やっぱりね、バックがね、こういう景色の方がいい、好きじゃね。気に、景色がこう、これボケとるよね。マイクロフォーサーズでもこれだけボケますからね。F2.8 でね。まあ、カモメとバックの距離が離れとるからまあボケるんだけど、その、このバックはこれ橋ですけどね、これ。橋、これ煙突。これはね、結構距離、15メーターから30メーター、まあ、15メーターぐらいか、15メーターぐらいじゃないかな。
まあ、10メーター、15メーター、ちょっと離れとると思うんですけども、100% がこれ。これが 100%。これ 50%。で、今度こっち行きますよ。これバックがね、これ、バックがやっぱここ橋で、ここはまあマンションかなんかですかね。で、海で堤防ね。これも15メーター前後から結構離れとる思うんですけども、これ 100% がこれ。これ 100%。50% でね、これバック、これマンションですね、これ結構距離近かったんだけど、ちょっと映りがボケとるね、ちょっとピントが合ってないわ。近すぎてピントが合わんかったかもしれない。近すぎてピントが合わん、ちょっとボケたね。山にマンションね。マイクロフォーサーでもボケるからね、こうやって。これも、橋で海で堤防というかね。で、100% がこれか。これだけ映りゃいいんじゃない ?110%。橋、これ橋ね。ね、これ結構気に入っとるね、これ。これね、堤防があって、ここ公園でね、ここマンションね。マンション、これ川いうか海いうかね。川というか海というか。で、これは距離がやっぱり15メーターか離れてると思うんですよね。で、50% なんで、ここが。右下がね、これ 50% なんで、100% にしたら、これが 100%。これだけ映りゃいいんじゃないですか。40、150、F2.8 Pro。これ以上求めるかな、やっぱり。まあ、求めるや求めるか。これね、ゆりかもめだと思うんですけども。ゆりかもめはね、目がよろしくないよね、正直言うて。ウミネコのさんの場合は、目がね、ちょっとこう、はっきりしとんだけど、ゆりかもめは目がね、こんな感じではっきりしてないんよね。ゆりかもめさんはね、映る角度によっては目がね、はっきりしてない。そこがね、ちょっと残念ではあるんだけどね。目がね、やっぱり命じゃないですか、鳥は。これバックがね、だからマンションで、この公園があって、いいと思いません、これ。こういうのもいいんよ。こういうのも嫌いじゃないんですよ、この海。バックが海ね。バックが海。こういうのもバックが海。バックが空。ね、バックが空なんだけど、こうなんもいいんじゃけど、やっぱり、こういう感じでバックがマンションとか、マンション、公園、海とかね。やっぱりこんな感じで、橋、煙突、海とかね。こんな感じの方が、ちょっとやっぱりいいかな、いう、ちょっとそこを気づいたね、今回。しょうもないことに気づいた、ね。どうせなら、海とかね、海がバックで、距離が15メーター、20メーターよりは、後ろがマンションとか橋とかね、なんか建物とか山、こんなんかやったら、橋じゃけどこっち山じゃないですか。で、これなんかははっきりね、ここ山なんね、ここ。マンションがあってね。だから、やっぱりこういう風景がある方がいいかなと。で、マイクロフォーサーズでも十分これね、ボケるでしょ、マンション。ゆりかもめにピントがあって、F2.8 だったらこのマンションボケますんでね。これなんかもね、橋でボケるじゃないですか。いい思いますよ。あ、これ、多分ね、あ、よく絵の方があったね、丸。だったかな。
どっか行ったわ。あ、他のと思って聞いとけばよかったな。あの、丸ご、丸、あれがいっぱい、丸がいっぱいある分あったんじゃがね。結構おしゃれな。あれ持ってくるの忘れた。まあ、こんな感じでね、40、150、換算80、300のね、マイクロフォーサーズ OM1 でも、それなりに撮れますんでね。確かにこれプロレンズでこれが限界か言われたらね、ちょっと完璧じゃないとは思うんだけども、だけどその時のね天候とかね、例えば午前中と午後でもねやっぱり違うしね、午前中と午後のね日の当たりがやっぱり違うんで、そういうのもあるし、角度でね変わってくるんよね、撮りよと私の距離、角度、そういうのとかね、やっぱり違ってきますんでね、一概にね、結論付けはできんと思います。いい悪いとかね、プロレンズがそれぐらいのレベルかと、プロレンズじゃなくてもいいんじゃないかと。それはまあ確かにそういう場合もあるとは思いますよ。そういう場合があるとは思うんだけども、一概にちょっと結論付けはできんと思いますね。まあ、そういう感じで、今日はありがとうございました。またね、ちょっとバレエ取りに行きますんでね。バレエを、まあ、皆さん、今度写真見せますんで、まあ、見てみてください。近々出しますんでね、取りに行ってから。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。失礼いたします。